はい、皆さんこんばんは。本日ね、ムービックス伊勢崎で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。愛に乱暴ですね。愛に乱暴を見てきましたと。チケットはね、こちらになります。で、この愛に乱暴ですけどね、なんかとにかくね、江口のりこさんが全面的に押されてるんですが、まあほぼね、ほぼ江口のりこさんの演技で見せる映画ですね。これはちょっとすごかったですね。なんかね、見始めたら止まらないっていう感じですかね。本当にこの江口のりこさんのね、演技力だけでも見せていく、こういった話で、で物語としてはね、それほど何かね、ものすごいわけじゃないんですよ。ただそのこの主婦のね、主婦、まあ一応パートはしてるんだけど、この主婦であるこの江口のりこさんですね、この主婦の江口のりこさんが、そのこの日常生活で受けるこの微妙なストレスですよね、これをこう描いてるっていう、そういった映画になってきますね。なんだろう、ものすごくね、なんかじりじりくる感じですよね、このストレスが。こういう映画はね、子供の頃ね、若い頃は全然ね、面白さを感じないんだけど、やはりね、こう年を経てくるとね、高校生のね、ラブローマー映画よりもね、こういった映画の方がシリアスでね、リアリティがあって面白いなって思うようになるんですよね。ただそのためにはやはり演技力ですね。やはりこの主演の演技力がとにかく重要で、このね、江口のりこさん演じるこの主婦ですね、この主婦がとにかく日常生活、まあまあ、まず映画の冒頭部分からはもうゴミを捨てに行くんですよ。ゴミ捨て場のところにゴミを捨てに行くんで、その自分のね、住んでる家ですね、その家は夫の母親が住んでる家の離れみたいな感じですね。そういったところに住んでるんですよ。だから二世帯住宅ですね。昔ながらのその地方のね、平屋の住宅の、まあ、古い家ですね。そういった古い家をさらにこう、なんか若い夫婦のためにこうね、離れを作りましたみたいな家ですね。そこからゴミを捨てに行くんでね、お母さんゴミありますかってことで、このゴミを受け取っていくっていう、それでゴミを捨てるみたいなね、そういったシーンから始まりますね。もうそのシーンでこういう映画ですよっていうね、もう主婦の日常生活を描きますよっていう、そういったね、もう予告のような、そういった冒頭ですよね。で、その始まり通りね、もうあとはこう日常生活でね、こう料理を丁寧に作ったりとか、で旦那が帰ってくるんだけど、旦那もね、なんか夕食はいらないとか言ったりとかするわけですよ。会話はあるんですよ。その一応ね、会話はあるんだけど、無視はされてはいないんだけど、なんかこう疎外感っていうかね、なんかこのギグシャクしてる感じが常に付きまとうっていうね、これこそまさに演技力なんだろうけど、なんかうまくいかない感じ、他の人からまあコミュニケーションは取れるんだけど、なんかこう疎外感があるというかね、そういった感じが常にある感じですね。その疎外感にじりじり焼かれてるような感じですよね。そんな感じになってきます。だからね、本当にね、丁寧にね、こう本当に主婦のその生活をね、ずっと描いてるわけですよ。ずっと撮ってるわけですね。で、カメラは手持ちだしね、手持ちカメラでやって、さらに BGM もね、本当に必要なところだけしか使わないので、もう本当に日常生活の環境音ですね、そんなものぐらいで、でその中をこう、もう本当にね、ご飯を作ったり、旦那を待ったり、うん、でそういったことをしてるわけですよ。まあ一番こう関わる人はね、義理のお母さんですね。まあ、結婚はしたんだけどね、夫はね、仕事に行ってたりとか、なんだかんだ言って結構家に寄りつかないみたいな感じで、なんかね、こう避けられてる、嫌われてはいないんだけど、なんかこう距離感のある感じですよね。そんな感じなんだけど、だから一番ね、こう一番身近にいて一番話をするのはこの義理のお母さんですね。吹雪純さん演じる義理のお母さんが、まあ本当に相手役として出てきて、でまあそこもね、仲は悪くはない感じですね。表面上ですね、表面上仲は悪くないんだけど、うん、なんかこうギグシャクする、うん、そういった感じですね。だからそんなね、そのギグシャク感が常にこう、つきまといつつ、この江口のりこさん演じるこの主婦もね、元はね、会社員だったらしいんだけど、そこの会社を辞めて、なんかパートで無添加のね、手作り設計の教室とかやってるわけですね。そこでこうちょっと仕事みたいなことをしてたりとかして、そこでもね、前の会社と関係してた人とちょっとね、こうつながりがあったりとかするんだけど、まあここら辺のつながりもね、だんだんまあいろいろね、まあありあるよねって感じになっていく展開ですね。だとにかくそういったね、じり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 ストレスをね、こう溜めてる感じだから、このね、この主婦と同じような生活をしているその人にとってはね、結構その共感がすごいんじゃないかなっていう、うん、そういった感じですね。で、旦那との、ね、仲もいいのか悪いのかみたいな感じで、
このじりじりしてる感じですね。でさらにね、気になるところはね、まあ、あるね、こう不倫してる人の SNS をチェックしてるんですよ。毎回毎回チェックしてて、この SNS がね、まあ、後にこの物語に関わってくるっていうね、そういった感じになっていきますね。でだんだんね、そういった感じで、まあちょっとしたある大きな問題が起きるわけですね。で大きな問題が起きたことにより、とうとうね、徐々に本当にジャブのように溜まってきたこのストレスがね、大発散するわけですよ。で大発散したところで、もうね、ものすごいことになるわけですね。ものすごいことっていうかね、ちょっとしたその騒動になるわけですよ。まあこの騒動って言ってもね、この町を含めて大騒ぎするってんじゃなくて、まあこの家ですねこの家の中でちょっとしたね、まあ大騒ぎになるわけですね。まあ大騒ぎっていうかね、この家の中でちょっと大きなことをするわけですよ。だからまあ結局ね、ストレスを爆発させたところで、その自分のね、そのいる家の中で、まあ、ちょっとね、結構はっちゃけたことするぐらいな感じですよね。そんな感じで、まあどこかやはりね、常識人的なところもあり、うん、そういったことがあるわけですね。まあちょっとね、まあ大きなね、この問題があるんだけど、これはちょっと言ってしまうともうネタバレみたいになってしまう。まあネタバレってほどでもないんだけどね、この映画はそのなんだろうな、この江口のり子さん演じる、まあ普通の、まあ普通の主婦的な、まあなんかね、旦那仲もね、それほど熱くなく、でまあ義理のお母さんともね、仲悪くはないんだけど良くもないみたいなね、そういった感じの主婦からすると、一言には思えないような物語になってきますね。本当にこのなんか日常生活の嫌さみたいなものがこう溜まってきたり、うん、で時々、まあ時々ね、その自分のストレス発散の場みたいなとこあるんだけど、その実家とかね、実家の子供たちですね、そういった子供たちと一緒にいるときはすごい楽しそうだったりとかするんだけど、で本人はそのあれなんですよ、妊活なのかな、妊活かなんかしてて、なかなかね、その産婦人科行って、まあその子宮とかチェックしてもらうんだけど、子供ができないみたいな感じですね。まあ、だからなおさらですね、子供ができないからこそ、こうちょっとね、そこら辺のこの行き詰まり感があるっていうか、閉塞感みたいなものがね、ある感じじゃないですかね。でまあ子供ができないし、まあ夫婦仲もね、なんかいいんだか悪いんだかみたいな感じで、江口のり子さん演じるこの主婦は、あのね、ピーちゃんっていうのを探してるんですね。なんか多分ね、あの野良猫だと思うんだけど、このピーちゃんをずっとね探していて、このピーちゃんに餌をあげるというね、それが一つの、まあ一つの、まあ癒しであり楽しみだったのかなみたいな感じだけど、そういったところにね、この江口のり子さん演じる主婦の心のね、あの危ういところがね、妙に描かれていて、でこれらが全部ね、最後には吹き出してくるってところが、まあこの映画の見どころって感じですかね。まあなんかね、だから若い子が見るにはちょっとね、何が面白いのかって感じになってしまうと思うんだけど、まあこう、まあ40代になってくるとね、ああなるほどなっていうね、こういう映画面白いなっていう風にね、なる映画ですね。本当にこう日常的なね、日常的なこのストレス感ですよね。うん、そういったものがこう描かれてるのがね、本当に面白くて、元勤めていた会社とかもね、あのいい加減さはね、本当にまあありえますよね。最初に会った時はね、君は優秀だから持ってこないかっていう風に言うんだけど、まあ次にね、あの再就職の話だ、どうですかなんて言ったら、あれそんなこと言ったっけ、よく調べたらね、うちの会社再就職受け付けなかったよとか言ってはしご外されたりとかね、まあいろいろあったのでね、ちょっとこうまたね仕事しようかなと思ったりとかしても、はしご外されてたりとか、うん、そういった映画になってます。もうなんかね、そう、この魅力、この映画の魅力を伝えるのは難しいんだけど、本当にね、まあ見てもらいたいなっていう映画ですね。こういう映画がね、評価されるといいなって感じなんだけど、ただね、このどこがどう面白いって言っても、そのなんか派手なドラマじゃないんですよね。なんかビルが爆発したとか、うん、そういったことはないんだけど、まあ唯一ね、派手なところはね、この江口のり子さんがエンジン式のチェーンソーを買ったところですからねそこが一番はっちゃけてますよね。エンジン式チェーンソーを買ってきて、じゃあ何するのかみたいなところが、とはいえ別に殺人とかないので、そこは心配なくていいんですけど、まあただね、そういった事件は起こさないなりに、まあ大きなことをするっていう話になってきます。でその時ね、そういったものがね、まあいろんなその周りのね、その義理の母やその夫にバレて、そこで一気にね、自分の気持ちや感情をぶちまけるっていう感じですよね。でまあ最後はなるようになったなって感じの終わり方で終わります。まあそんな感じになってますね。というわけで本日はね、愛に乱暴という映画を見てきたでしょう。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた。